中井正宏が三谷幸喜に仕掛けた黒塗りスマップ現況は、ジュリー氏関連4社辞任、でも変わらずの超タブー。元スマップの稲垣五郎、50、草薙剛50、香取慎吾、47の3人が9月14日放送の音楽番組、With Music 日本テレビ系の2時間スペシャルに揃って出演し、大反響を呼んでいる。 改めて2016年末で解散した国民的グループのパワーを感じさせるが、スマップの闇を感じさせる出来事も先にあったばかりで、旧ジャニーズ事務所の前社長、藤島ジュリー恵子氏58が、関連会社4社の代表を退いていたことが9月9日に明らかになった。これで旧ジャニーズ事務所、及び関連会社への創業化の影響力はゼロになったはずだが、 スマップをめぐる闇だけはこれまでと変わることはないという。ジュリー氏は23年9月、ジャニー北川氏、去年87の加害問題を受けて旧ジャニーズ事務所の社長を辞任したものの、関連会社4社の代表に泊まっていたことが複数のメディアに報じられ、批判の声が上がっていた。ところが、ジュリー氏が8月までに関連会社4社の代表から辞任していたことが判明。 ジュリー氏をめぐっては今年6月、スマイルアップの山田正幸 CCO が、近くすべての関連会社の代表から退くと明らかにしていた。スマイルアップは被害者への保証業務を担っており、同社の代表取締役には留まる見通しだという。ジュリー氏や東山則幸氏、57の記者会見から1年が経過。ジャニーや、 ジェイとつく関連会社の社名も変更されました。また、被害者への保証も進み、ジュリー氏が関連会社4社の代表から退いた。ようやく会社の体制も変わったんです。そんな中にあって、現在も全く変わっていない関連会社があるんです。それが、株式会社 j ドリームですね、芸能プロ関係者。 j イドリームは2005年6月に設立された映像制作会社で、ジャニー氏が代表取締役社長、元スマップチーフマネージャーのアイ氏が取締役を務めていた。j イドリームはスマップのために設立されたような会社で、主にスマップの映像作品の制作や管理を行っていました。スマップが解散し、アイ氏がジャニーズ事務所を退社してからは休眠状態にありました。 しかし、20年6月に旧ジャニーズ事務所の名物番頭として半世紀にわたってマスコミの窓口を担っていた S 氏が j ドリームの代表取締役に就任。9月10日現在も当規模には代表取締役 S と S 氏の名前があるんです。全道ジャニー氏の課外問題を受け、S 氏は旧ジャニーズ事務所副社長を隕石辞任。引き継ぎ期間を経て、 S, S 氏はすべての業務から離れ、隠居状態にあると言われています。ところが、j ドリームの代表取締役からは知りていないんです。それは、j ドリームを解散に生産するとなったら、会社の資産、株式などを株主らに分配する必要が出てくるから、それがあまりにも困難だから、とも言われています。つまり、 アイシや元スマップメンバーにも大金が支払われることになるということです。アイシやメンバーも同社の株式を保有していると言われていますからね。ただ会社の解散生産には当然、じっくりとした話し合いが必要で、そうした大変な事態を避けるため、解散生産することなく、幽霊会社として存続させているのではないか言われていますね。 そして今もその体制は旧ジャニーズ時代から変わっていないと。未だに社名すらも変えられていませんし、それだけアンタッチャブルな存在だということが伺えますよね。つい最近、古畑忍三郎、フジテレビ系が再放送された際、田村正和さん、去年77、演じる古畑忍三郎の背後に歴代の犯人役を演じた俳優らの写真が並びましたが、 スマップだけが黒塗りになっていて物議を醸しました。あれも j ドリームが絡むところなので、ああいったフジテレビサイドの対応になったのではと言われていますね。前室の芸能プロ関係者、放送30周年を記念して5月24日から、古畑忍座風呂シリーズが再放送されてファンを喜ばせたが、6月18日に放送された第3シーズンの第11話、最後の事件後編。 の冒頭、歴代の犯人の写真が並ぶ中、右上の一列に並んだ5枚のパネル、スマップ5人の写真が黒塗りで隠されていたのだ。あまりにも不自然な演出だったこともあり、黒塗りスマップは X、旧ツイッターのトレンド入り。このあたりは、権利関係とかも複雑に絡むから、忖度とか圧力とか簡単には言えないけど、 純粋にあれほど秀逸な作品が葬られてしまうのは本当にもったいない、などの批判が殺到してしまった。